中高生年代の ADHD の特徴とは一体何なんでしょうか。どうも皆さんこんにちは、脳科学教育コンサルタントのクロスです。今回はですね、 ADHD 中高年生について解説したいというふうに思います。まず ADHD の症状のおさらいからいきましょう。基本症状は不注意、多動性、衝動性のこの3つの症状であると定義されていて、各基本症状の表現の仕方っていうのは年齢によって大きく変わっていきます。で、今回は中高生年代の ADHD の特徴について解説したいというふうに思います。中高生年代、あるいは思春期の不注意症状についてなんですが、よく聞くのが信号を見忘れるといった不注意な失敗、テストでのケアレスミスが多い、 ID カード、パスポート、保険証などの大切なものをなくしたりしてしまう。他には親や教師、あるいは友人との大切な約束を忘れてしまうであったり、授業中や会議中、あるいは他者との対話において聞いていないので上の空のように見えちゃう。他には作業に集中できず脱線しちゃう、そんなことが多いであったり、時間管理が下手で試験準備や長期の休みの宿題などの大切な課題も後回しにしちゃう、そういった形で現れることが多いです。多動性は中高生では授業中の離席は珍しくなってはくるんですが、絶えず体をもじもじと、あるいはそわそわと動かしているため、周囲からは落ち着きのない子供だなぁと思われることが多いです。またじっとしていることを求められる場を避けたり、必要以上に席を立ったりするっていうことが多いので、周囲からは反抗的な生徒だなぁと誤解されることが少なからずあります。集団行動では動きの多い、目の離せない子供として目立っていることも多いです。衝動性は軽はずみな行動やルールの逸脱が生じやすい、相手の話を最後まで聞けずに途中で発言してしまう、相手の一言でいきなり感情的になり、いわゆる切れた状態になりやすい、そういった形で現れます。これらの特徴的な行動はこの年代では周囲から ADHD 特性として正しく理解されるっていうことよりも、反抗的な子供、反社会的な子供と誤解されてしまう危険性が高いですね。思春期に入ると ADHD の子供も自分の特性にある程度、まあ、自覚的となっているんで、長い列で並ぶような順番を待たなきゃいけないっていうような環境や課題では、幼い頃のように割り込んだり騒いだりするんじゃなくて、もうそもそもそういう状況を回避しようとする、そういった傾向っていうのが目立ってきます。思春期年代で目立つ ADHD の二次障害としては、例えば反抗的になりやすく飛行集団へ接近する、単独で反社会行動を行うといった外在化障害と、自尊心が低く不安や気分の落ち込みが生じやすい、受動攻撃性が高まりやすい、結果として不登校、引きこもりを生じやすい、脅迫症状が出現しやすいといった、まあ、内在化障害、この双方が目立つ時期である外在化障害および内在化障害はどちらか一方かが生じているケースも多いんですが、両方を合わせ持っているっていうケースも珍しくないんですね。またこの年代から目立ってくる二次障害として、ネット依存やゲーム依存のリスクが高いことは支援者はやっぱり知っといた方がいいですね。ADHD の子供の場合、ネット依存と不登校、引きこもりはより共存しやすく、その場合不登校、引きこもりからの回復が遅れる可能性も高まりやすいです。以上、中高生年代の ADHD の特徴についてお話をさせていただきました。とても参考になった、いろいろと振り返って思い出せたな、興味深かったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。また気づいていないだけで、悩んでいる他の親のためにも、ぜひともこの動画を SNS でシェアを、もしくは拡散していただければ、
より多くの人が気づくきっかけにもなるので、ぜひともご協力いただければ私としてもとてもありがたいです。皆さん最後までご清聴いただきありがとうございました。それでは。